こんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はこちら、ノバユーミニの21インチソプラノウクレレをロージーにしてみましたっていうお話をお送りしたいと思います。はい、まず音から聞いていただきましょう。これラベラの 100W というロージーのセットですね。4弦はフラットワウンドになってます。弦のハイ G そのままです。このサステンがすごく伸びますよね。これナイロン弦なんですけども、若干白濁した弦なんですね。でピッチもいい感じですね。ちょっと3弦だけシャープしてますか。4弦も割と良さげな感じですよ。でもともと備え付けの弦よりもこちらのラベラの弦の方が太いですので、その分若干ナット部分で、弦高が少しだけ気持ち程度高くなってますね。これ削ってあげれば、いいんですが、その辺は好みによると思います。このぐらいあった方が音もしっかり出てますし、このぐらい高くても許容範囲ではないかなと思います。ただこのウクレレは樹脂製なんですね。カーボンファイバー配合のポリカーボネート製の一体型、全て、その素材でできてます。ネックも指板もフレットもその素材なんですね。ということはこの4弦、これ金属の弦なんですね。それによってフレットが減る可能性があります。また減ってるようであれば動画でお話ししたいと思います。皆さんももしやる場合はですね、あくまでも自己責任でですね、こう見ながら、あ、減ってるなと思ったらこの弦は外していただくといいかと思います。まあ普通の、金属のフレットのウクレレでもラウンド弦とか使ってるとそのうち減ってくる、可能性もあるんですが、通常の木のボディのやつだと、こういうウクレレとかだとフレットだけ打ち替えもできるんですが、これは一体形成になってまして打ち替えはできないです。もうフレットが削れてしまうと、まあ、違うプラの素材をアロンアルファかなんかでくっつけてもう一度山を形成してあげるか買い替えということになりますね。まあ一応ですね、計算してみますと、これ通常は7000円弱ということで、まあ7000円で計算して、まあ2年使うと24で割りますと、300円弱ぐらいですか。月300円弱ぐらいで使ってると思ったら、まあ本体が安いウクレレですからね。そういう風な感じで、また2年経ったら買い替えるという風な、形でもいいかもしれないです。あくまでもアウトドアウクレレですので、まあその辺はですね、はい、気楽に使っていただくといいんではないでしょうかね。でもこの音とにかくいいですよね。音も太くなってます。これ金属じゃなくてフロロカーボンかなんかの太い、4弦を貼りましたら、ちょっとやっぱりソプラノサイズだとこう4弦が、存在感のない音になってしまうんですよね。どうしてもラウンド弦のこのしっかりとした4弦欲しいですので、まあそこは好みだと思います。ということで DJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。
光が差してきた。帰る家はありますか。暖かい日が灯る家。